こんにちは。Xbox One です。これが Xbox One で、今回 Xbox One には、他のハードにはない面白い機能がついております。今刺さってるのが、こちらが HDMI アウトなんです。ここでアウトして、こっちのね、HDMI スプリッターに刺さっております。で、ここに刺してあるのが PS4。なんと今回 Xbox One は、HDMI をインとアウト1個ずつついてます。まあ、アウトがついてるのは当然なんだけど、インがついてるんですよ。いや、なかなかね、こういった機械を持ってればいいですけど、高いし、なかなかね、持ってない方も多いんじゃないかと思います。なので、テレビに HDMI がね、いっぱいくっついてれば、またそれもいいんだけど、テレビに HDMI1 個とか2個とかしかないよ。1個ブルーレイ、1個、ゲーム機ってなると1個しかつなげない。そんな時にマイクロソフトさん、今回はすごい優しい、やってくれた。他社のハードつなぎなさいよと、ここに1個置いてくれたんですよ。これ結構すごいことで、外部で買うとね、何千円とかやっぱしちゃうんで、どんなちっちゃいやつでもね。だからね、すごくいいと思う。ではね、これちゃんと動くのか、やってみましょう。これね、今、ここに PS3、ここに PS4 刺さってたんですけど、ここに付け替えたんで、ちょっと画面見てみましょう。はい、じゃあね、こちらのテレビ、Xbox One の、ふとこんな感じかな。ここのテレビのところに、どうやって出てくるか見ててください。これほんと結構衝撃だから。これでいいかな。では、PS4 のスイッチ入れます。PS4 が、ここですね。ここの HDMI インにつながってます。いきます。イン。はい。はい、出ました。わかりますか？ Xbox One の中で PS4 が動いてます。これ、衝撃でしょ？こう、Xbox One のコントローラーだと、こっちが、このね、外枠の OS の部分が動いて、PS3 のコントローラーを動かすと、後でアップデートでしょ。なんと、この枠の中が動かせる。これはこっち、ね。これは、こっち。これすごくないっすか？これすごくないっすか？で、もちろんね、こっちはこのまんまで置いといて、ちなみに、ここでゲームをするのは、ちょっと厳しいかな。わかんない。人によるかもしれないけど、若干遅延してる気がする。ここで、このテレビを選びます。よいしょ。そうすると、まさに全画面。遅延なし。まあ、別に Xbox One が PS4 を取り込んだわけではないんだけど、普通に HDMI の、スループットができると、スルーインプットか。で、Xbox One からスループットしてくれると。なので、Xbox One は HDMI の切り替え機。切り替え機っていうのもおかしいけど、1個ね、端子を備えている。そんな素晴らしいハードだと私は思ってます。これね、別に1個1個他のハードもついてれば、いわゆるパソコンのデイジーチェーンっていうんだけど、ハードディスクからハードディスクからハードディスクにどんどん繋いだりっていうのはデイジーチェーンっていうんだけど、そういうのもね、できたりもするんじゃないかなと思います。まあね、家庭用機としては、そんなにね、やっぱ HDMI 端子乗ってないですからね、テレビに。5個も6個もね。だから、スプリッターというか、切り替え機がスイッチャーがなくても使えるという意味で、スイッチャーいらず、とてもいい発想かと思います。そんなわけで、Xbox One、久しぶりのレビューでした。楽しんでいただけてると嬉しいです。バイバーイ！最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。1本の日もあれば2本、3本の日、4本、5本の日もあるかと思います。なので、チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方は今こちらに出ている登録ボタン、こちらを押してくださいポーン。タブレット、スマホの方はこの画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。概要欄にはその他にも私がやっているブログ、ツイッター、フェイスFacebook、Google Plus、こちらのリンクも貼ってあります。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。今日も皆さんを笑顔にできているととても嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。